イオングループ4大英中号株式会社中号は、福島県福島市に本社を置き、かつて百貨店を運営していた企業。1830年創業、1874年11月創立。日本百貨店協会に加盟していた。福島の老舗百貨店であり、1970年代以降は大英グループに属していた。 2020年8月31日の福島店閉店により全店舗が閉店146年の歴史に幕を下ろした福島店の閉店により福島県内の百貨店は郡山市の薄い百貨店のみとなり同じく2020年8月31日に西部百貨店大津店が閉店した滋賀県とともに県内に百貨店はあるものの県庁所在地に 百貨店が存在しない都道府県となった。グループスローガンは、この街と人が好きだから。本店である、福島店の外壁には、樹木の白い模様があり、福島市の木、欅をかたどっていた。創業者の中村次郎兵衛家の本家は、大見麻布の聖職と行商で巨万の富を成したと、される、大見商人、中村人平屋である。 三方良しの原点となる家訓を残した。1874年に三代目中村次郎兵衛が福島市荒町に開業した中村呉服店を源流とする。1884年には東京、日本橋と三沢町の都に街に呉服仕入れ店として東京店を開業。東京店は1923年9月1日に発生した。 関東大震災により被災し、失われたが、福島店の援助により再建した。東京店は、第二次世界大戦終戦後、開店から100年にあたる1984年に閉店した。1893年に、中村合名会社を設立。1935年10月に、合名会社から、株式会社へ改装。 その際に、中村合名会社の中と合わせを取って、新社名を、株式会社、中合とした。社名は、専務取締役を務めた、安藤純造の発案とされる。中合の読みは、誘導読みの中合であり、中、愛、中愛ではない。1913年に、福島店を、荒町から大町へ移転。1938年に、百貨店業を開始。 日本百貨店組合に加盟した。本店である福島店は創業の地である福島市荒町から移転後、長らく福島市大町にあったが、1973年10月1日に福島駅前へ移転し、旧店舗の2倍以上に増床した。大町の店舗は移転後に閉鎖していたが、地元商店街からの要望もあり、翌1974年6月に、 総合スーパー業態の中号大町支店として営業を再開し相称を大町パルクとした。しかし1973年から1974年にかけて発生した第一次オイルショックの影響に加え駅前進出による建設費等の設備投資の返済大町パルクの業績不振などで業績不振に陥ったため1978年に 大手スーパーの大英と提携し、大英グループ入りした。一説には、山市証券との仲介が関係していたとされる。1984年8月28日、大町パルクは赤字増大や店舗老朽化、周辺での再開発事業計画などにより閉店し、店舗の建物は閉店後に解体された。1998年3月、 福島店に隣接する平和ビルに出店し、中子福島店二番館として増床した。中子は2005年12月1日、北海道函館市の棒に森屋と青森県、八戸市の三春屋を運営するアドバンスド、デパートメントストアーズオブジャパンを、九州合併した。また同時に、大英を引き受け先として、増資を行い、十字屋から、 山形店の経営権を譲り受けた。しかし2009年に中号は会社全体の構造改革の一環として一店舗を閉店する方針を決定し店舗老朽化による維持費用の増大を理由に合図店の閉店を発表翌2010年2月28日に閉店した。2010年7月1日には大英以外の株主が保有していた全株式を 無償で取得した上で、取得株式の一部を大英に50億円で売却して、債務超過を解消し、大英の完全子会社となった。2011年3月11日に、東日本大震災が発生。福島市は、震度5強の揺れに襲われたが、中郷福島店では、毎月1回避難訓練を行っており、避難訓練の日は、 毎月11日の開店前としていた。ちょうど3月11日の開店前にも、避難訓練を実施していたため、従業員は冷静に避難誘導を行うことができ、天井が落下するなどの被害があったが、怪我人は出なかった。地下食品フロアでは、従業員の判断で、店内の買い物家具をヘルメット代わりに客に配った。また自家用車以外で来客し鉄道が運休して、 帰宅困難となった客にはタクシー代を負担するなどした。震災からわずか3日後の3月14日には店頭で食料品と生活雑貨の販売を再開。県内の流通が滞り、コンビニエンスストアにも商品がなかったため市民の間で口コミで情報が広がり、店頭には商品を求める行列ができた。5日後の3月16日には福島市内では スーパーマーケットも営業できない中で、地下食品フロアと学生服売り場の営業を再開。4月の新入学時期を控えて、多くの客が制服を買い求めた。3月24日には、福島店1号館が営業を再開。その後に続いて2号館も営業を再開し、ほぼ通常営業となった。 しかしその後、1998年に増殖出展した中号福島店二番館は、福島市が実施した耐震診断で、震度6強以上の地震で、倒壊や崩壊の危険性が高いと判定され、耐震基準を満たせなかったことから、2017年8月31日に閉店した。また、同2017年8月30日には、十字屋、 山形店も営業不振に加え、ビル所有者との耐震回収費などをめぐる条件交渉が折り合わなかったため、翌2018年1月末をもって閉店すると発表。2018年1月31日をもって発表通り閉店した。2019年1月31日には、函館市の棒ニモリアも閉店した。 同2019年11月6日には、青森県八戸市にある中郷、三春屋の事業を、山木へ事業場としたため、再び、福島県の店舗のみの運営となった。しかし、福島市は、宮城県仙台市の証券にあり、仙台市の百貨店への流出により、福島県への来客は年々減少し、赤字が深刻化した上、 福島駅東口再開発事業計画に伴う建物取り壊しの影響もあり、2020年8月31日をもって福島店の営業を終了し、これにより中号の店舗は全店閉店となった。福島店閉店後、再開発地区への再出店は行わず、株式会社中号も生産される予定となっている。中号福島店が閉店した2020年、 福島市は12月15日に中号福島店が入居していた、辰宮ビルの1階と2階を活用して、福島市町中交流会をオープンした。辰宮ビルは10階建てで、1階から7階に中号福島店、8階から10階にホテル辰宮が入居していたが、ホテルは2019年8月に営業を終了した。再開発ビルの建設に伴い、 2022年度に、辰宮ビルの解体が開始されるため、町中交流館は、同年2月28日までの期間限定での開館を予定している。町中交流館の1階には、福島市に本社を置くスーパーマーケットの1位が、1位町中店を出店。福島市が1位に、賃料の一部を補助して支援する。1階は、食品スーパー、地元の農産物や、 特産品を販売する、福島の名産品、定期開催する、物産展のエリアに分かれており、中郷で行われていた、物産展も開催する。翌2021年1月には、モスバーガー街中店がオープンした。2階は、街中交流スペースとして、福島市の震災復興を記録した、震災復興パネル展、福島市出身の作曲家。 古籍有事に関する常設展示、多目的スペースの一般貸し出しを行う。街中交流スペースの運営は、福島市の第三セクターである、株式会社福島市、町づくりセンターに委託し、市が業務委託料を支払う。震災復興パネル展は、東日本大震災発生から10年の節目に、福島市が、 被災権の県徒として支援に対する感謝を表するとともに、復興の奇跡と新たな街づくりの方向性などを発信し、記憶と教訓を次世代に継承することを目的に開催している。震災復興パネル展は開館日から2022年2月末まで常設展示される。 辰宮ヤビルの解体に伴い、福島市町中交流館は2022年春に、駅前通りの向かいにある商業ビル、メディアシティ、エスタの地下1階に移転することが決まっている。中号福島店、ありがとうございます。